言っておくけど、この姿は浮かれたからじゃないわ。私が夏を満喫することを皇后様が望んだから。つまり愛ゆえの水着ってこと。わかる？私の邪魔をするってことは、皇后様に文句をつけるってことよ。そんな奴がいたら、容赦なくぶっ刺すから。よろしく。やあ、いら。そう、夏なんだもの。普段より気前よく貢いで当然よね。そろそろクエ。Thank you.
ですわよね、夏。とても開放的で。こんにちは。殺生院リリーです。
水着姿というのもありますが、山は涼しくて快適ですよね。ところで、困っていることありませんか？こんにちは、摂政院リリーです。水着姿というのもありますが、山は涼しくて快適ですよね。ところで、困っていることありませんか？頑張れば頑張るほど報われる。いいことをすればそれだけ楽しいことが待っている。因果応報なのです。リリー、努力する方好きですよ。わあ、課題こんなにたくさんあります。夏休みの宿題とか、たまった返答メールとか、今やるべきことをためちゃうタイプですか？リリー、そういう方放っておけません。マスターさん、無事お仕事をこなしたようですね。今回はどんなお話を聞かせてくれますか？こんにちは。新しいミッションが開かれました。お仕事追加です。リリーもお手伝いできればな。さっさと決めなさい。欲しいものがあったら後先考えず買うだけじゃない。ふん、この私に店番が務まると思った？これができちゃうのよね。へこむわ。さっさと決めなさい。欲しいものがあったら後先考えず買うだけじゃない。いらっしゃいだね、マスター君。ありがとうございます。夏のキャンプ場と聞いて、今回は明るくエネルギッシュに見て楽しくなるような水着を選んでみました。どうですか先輩、私パワフルでしょうか？我ながらいい。